皆さんこんにちは、峰本千佳です。6月になりすっかり暑くなってきましたが、書道頑張っていきましょう。それでは今月も楽しんでください。6月の解説をいたします。スタート。皆さんこんにちは。ではまず一読いたします。一字の詩、中国のことわざです。詩や文章は、一字でもぴったりする文字を使わなければ、真意を伝えられない。はい、7ページ、段課題です。一字の字という漢字のこの浮かん無理ですが、点を書いた後の2画目は、細く入筆して、ここを重ねて、この部分は1回で書いてください。一字の詩の C は左側より右側を下にずらすように書いてください。空間を上下に開けてください。中国の中という漢字、1画目、2画目の入筆を細く、筆を立てて細く書いてください。この角のところは柔らかく回してください。中国の国という漢字のこの中身ですが、横で、縦で、横横の後に、点を入れてください。左側の子は一画でつながっていますが、ここの真ん中の部分を細く書いてください。ひらがなの和は縦の線をしっかりと長く書いてください。ザは2画目よりも3画目が最後前に出ないように空間を意識して引っ張ってください。デとスのこの間の部分は柔らかく細く書いてください。2行目のしという漢字の左側ごんべんはこの線をしっかりと長く書いていただいて、空間を下に開けてください。ごんべんより右側の寺の方が大きく長い目に、上下長めに書いてください。寸のこの点は上の方に書いてください。下の方が空間が広くなります。文章の文は、ここを重ねて1回で書いてください。横線よりも左右の払いをしっかりと幅広く伸ばしてください。文章の章は、この横線をしっかりと一番長く書いてください。一字の字は、点の1画目から続きは、全部一画で書いてください。一画目の次、二画目からずっと続けて、こうという漢字まで書き切ってください。でとものこの間は、カクカクならずに柔らかい線で書いてください。Bはしっかりと最後、払いで細く出して、左に出ないように空間も意識して縦長に書いてください。2行目まで以上です。はい、3行目です。文字のこの文っていう漢字ですが、1画目から続けて、
ここまで1回で書いてください。字は一度ここを離して浮かんむり書いてください。今回はこの課題に文という字や字という字が何回か出てきますが、すべて崩し方を変えながら書いてください。使うという漢字は左側の人偏よりも右側を大きめに書いてください。また和が出てきましたので、縦の線をしっかりと長く書いてください。ひらがなの毛は左側より右側の線をしっかりと長く引っ張ってください。れは右側の空間を広く取ってください。4行目の真因のこの神という漢字は示す辺よりもこの右側の申すっていう漢字をしっかりと大きく書いてください。示す辺は横線よりもこの払いをしっかりと左側に長く伸ばしてください。印も左側のこの横線を左にすごく長く書いていただいて、上下に空間を空けてください。右側の印の書き順ですが、口を二画で書いていただいて、この後に ここから1、ここをつなげて書いてください。伝えるも人偏がありますが、使うと違って右側は人偏中に入るように書いてください。またレが出てきますので、縦線よりも右側を広く空間を空けてください。以上です。